水原一平さん、金メダルをもらう。WBC で優勝した日本代表大谷翔平投手の通訳、水原一平氏が23日、インスタグラムを更新。金メダルの写真とともに一生の宝物ですと投稿した。金メダルの横には各選手のサインが書かれた WBC 公式球、ハッシュタグをつけて、最高のチーム最高の仲間と記した。今大会は大谷だけでなく、ヌートバーや栗山監督の通訳なども担当。エンゼルスの同僚、イタリア代表フレッチャーの指揮権を予約するなど、様々なところで活躍した。昨年、ヌートバーと栗山監督のパイプ役となったのも水原氏で、ファンからは影の MVP と称賛されていた。大谷の一番近くにいてメダルまでもらう、こんなの許していいんか？嫉妬や。まあまあやるやん。こいつがいなかったら優勝できなかったんか？違うやろ。大谷の話し相手としてかなりの貢献度やろ。大会期間中だけじゃないし。テレビ見てたけどメダル授与の時もらってなかったし、大谷に貸してもらっただけちゃうの。メダルってスタッフにももらえるんか？コーチ監督はもらってた。一平ってスタッフの枠の中に入ってたやろ。そらもらえて当たり前やん。通訳だけじゃないからな、大谷の私生活まで面倒見ないといけないし。通訳、大谷の世話、大谷の話し相手、えのきだの話し相手、メジャー選手の情報収集、結構仕事しとる、てかエンゼルスよく貸してくれたな。